こちらうちの座敷で高倉さん、で今お客様歩いて来られたところに右手側になりますけど、うんうん、階段ね、階段下での撮影、うん、で先ほど寄られた旧商家の駅前ありましたね、はい、あと売店前、うん、はで駅前の方行きますと、この食堂が今はあの観光案内所になっているので、うん、中に倍賞千恵子さんが営んでいたという居酒屋のセットを再現して、ね、カウンター向こう側に座れば倍賞千恵子さんの気分が味わい、カウンターに座れば不器用な健さんの気持ちが味わうという感じです。気分刻んでいいですかというような形で酒を組み交わした時に、その乃木大将がすっごいこれいいお酒だね、国にとって稀にいいお酒だねって言ったとか言わないとか、乃木さんの人柄に触れたうちの創始者はですね、乃木さんの下の名前、乃木マレスケって言うんですよ、うんうんうん、で希望の木だけ書くんで、そのまま使うとおこがましいので、うんうん、乃木編をつけさせていただいて、うんうん、国マレと、うんうん、乃木大将に至ってはあの賛否両論いろいろある方なんですが、うん、一人の人間として酒を酌み交わした時にその人格に触れた創始者が、うん、一時いただこうということで、そこから国マレという名前になったんです。一応あの今年でですね、創業140周年になりました。真冬に関してはもうすごいです。荒れますか？荒れます。荒れる。下手したらあの灯台折れます。そう、ね、何年か前はですね、全国ニュースで灯台がぽっきり折れた、それぐらい強いですね。へー、なんかもうここずっと穏やかなんかなっていう、ね、今ね、静かな日だからね、真、まあ、冬の風なんかもですね、風速で考えると30メーターオーバーって風な話で、だから逆に本州の方で台風上陸、風速30メーターって言われてもピンとこないんですよ、普段から吹いてるえ、向こうは沈んで来られた方がいいです。それだけ悪いことは言わないから。真冬の北海道で特にこの地域にあったらダメです。運転できませんよね。ダメです。飲みやすい方がいいですかね。はい、じゃあちょっとこちら初寒美人っていうお酒があるんですが、はい、ではどうぞ。初寒美人、村竹と初寒美人同じお米金粉を使ってるんですけど、味が真逆です。アルコール度数 15.5 度、うんうん、で日本酒特有の飲んだらムワーっていうあのムワーをなるべく極力、うん、ないないないなんとしてムワーをかなりムワーをムワーを、うん、冷やすとですね、再現なくついつい入るようなタイプ。はい、練習でもいける。そうですね、北海道産の北しずくという酒米で作った純米、ちょっと磨きも 40% まで磨いてるので雑味がないかなと思います。あー飲みやすい、はい、登り別行って、今日は湧かない。はい、なかなか北海道人でもそんな動きがでしないですね。
ちょっと夕方あたりになるとこの鹿がお腹が入る。エゾシカはかなりでかいので、車がダメになるので、はい、もしあのドンってやった場合でもすぐあのドアから降りてってその鹿をこうって締めてあげれば、あの鹿の肉10万円ぐらいで売れると思うので、信頼裏にあればなって思いますので、鹿の首を、ね、こうですね、こう巣は生えてるでしょうから、こう、ね、本当にあのエゾシカはちょっと開口から何から全然でかいので、軽自動車に引かれても全然ピンピンしていきますから、すごい、泣くのはあの運転手ぐらいなんで。あもう一回できるよ。